どうも皆さんこんにちは。です。今日はね、最後番付シリーズの最後、九州場所の幕下上位の番付を見ていきたいと思います。15枚目までですね。早速いきましょう。こんな感じとなっています。まず東の筆頭、白鷹山ですね。白鷹山、先場所は西の十両10枚目で4勝11敗と、大きく負け越しての、東の筆頭に下げるといった感じでしたね。東の筆頭ですからね、4勝すれば自動的に上がれますから、頑張ってほしいですね。そして西の筆頭が武富士となりましたね。武富士、ついにここまで来ましたね。先場所は東の幕下6枚目で5勝2敗と、いうことでした。もう一番勝ってれば、上がれたかなという感じですね。5番相撲、6番相撲で敗れてしまいという感じでした。ただね、やっぱり力は間違いなくありますから、今場所で確実に決めてくるんじゃないかなと思います。すごいいい体してるしね。そして西の2枚目が輝鵬ですね。先場所はちょっとね、怪我で休場してしまいましたね。先々場所も怪我で休場してしまったんですけども、もう持ってるものはね、非凡なものがあるとは思うんですけども、ちょっと怪我がね多いというか、怪我でなかなか苦しんでますね。来場所はどうなんだろう、出るのか出ないのか、出ないんじゃないかなともしかして思ってますけどもね。まずは怪我を治して、そうなればセンス、力もあるし、テクニックもあるし、花もあるしというので、またこう上に行けると思うので、まずは体調をね治してほしいなと、怪我を治してほしいなと思いますね。そして西の2枚目が欧勝海となっています。欧勝海は自己最高位、2枚目まで来ましたね。現在22歳ということで、年齢的にはね、大学4年生の年かな。欧勝海ね、一度幕下上位に上がってきたんですが、そっから3場所連続の休場とかもありました。一旦序二段に落ち、そっからね、またこう番付を上げてきましたね。現在8場所連続勝ち越し中ということで、序二段の6枚目で復帰してから一気に2枚目まで上げましたね。先場所は5勝2敗ということでした。チャンス、本当にチャンスですからね。本人も気合入ってると思います。頑張ってほしいですね。そして東の3枚目が栃武蔵となっています。栃武蔵、十両から転落して早くも次で4場所目となっていますね。幕下上位で勝ち越す力もあるし、なんなら十両最初の場所で優勝してるからね、力は十分にありますから、どうなんだろう、頑張ってほしいですね。そして西の3枚目が北大地となっています。立浪部屋の25歳ですね。あんまり大きくないんだよね。身長は171センチ、体重は146キロということで、押し相撲ですね。自己最高位3枚目ですかね。初めての上位、初めての幕下一桁ということで、先場所は6勝1敗と、非常にいい成績でしたね。さっき言った欧勝海なんかにも勝っています。どこまでやれるのかね、一気に決めちゃうのか、それとも弾き返されるのか。北海道夕張市出身ということで、北の大地どうなんでしょうかといった感じです。そして東の4枚目が高砂部屋の深井ですね。深井くんもついにここまで戻ってきましたね。これまで幕下上位5枚目までは行ったこともあるんですけども、そっからはね、ちょっとこう苦しんで跳ね返されてということもありました。幕下の下の方まで番付を下げたんですけども、そっからね帰ってきましたね。現在自己最高位となっています。大卒なので26歳と、年齢的にもね、そろそろというものはね、もうあると思います。本人的にもね、このチャンスをぜひ掴んでほしいなと思います。そして西の4枚目、対馬灘ですね。正光頑張れ正光。
東の5枚目こと手ばかりですね。こと手ばかり、ここまで来たか。こと手ばかりもいいですね。現在20歳、白鵬鵬世代の一人なんですけども、先場所は幕下一桁で4勝3敗と勝ち越しました。そしてついに5枚目以内圏内まで来ましたね。まあ兄貴に追いつく日も近いかもしれないね。ここまで負け越しは1回だけということで、非常に非凡な才能を見せつけていますね。ここで決めるか、それとも次の場所かっていうのは分かりませんけども、確実に将来はね、関取で活躍できる人間なので、今場所どうかな、決めれるかな、楽しみですね。さあ、そして西の5枚目がこちらも白鵬鵬世代の一人、大辻となっています。高田が部屋ですね。こちらは中学卒業後に相撲界に入り、そしてまあキャリアはもう長いですね、5年ぐらいやっています。幕下上位にはここまで進出したことあったんですけども、2年前の9月場所で西の幕下8枚目というところまで来ました。ただその時は1勝6敗と跳ね返されてしまい、そしてその後はね、なかなか勝ったり負けたりというところが続きました。その後も一桁に行っては跳ね返されてみたいなことを続けたんですけども、ついに5枚目まで来ましたね。白鵬鵬世代としては時津風部屋の吉井くんと共に中卒入門でした。まあ、さっき1個前に挙げた高卒出身のこと手ばかりが、まあ、自分より番付上に行きました。そしてさらに白鵬鵬はね、もう幕内で優勝争いもしたというところで、まあ、非常に、ね、悔しい気持ちはあったと思います。まあ、彼にもやっぱりこう期待したいですよね、将来的にもね。まあこと手ばかりという同年代の分かりやすいライバルが同じような番付にいますから、まあ2人で競い合ってほしいですよね。まあ、白鵬鵬が来場所出ないとおそらくなるので、番付的には勝ち越せばね、この2人のどっちかが、まあ、白鵬鵬をね番付で上回るということになると思います。まあこの世代はね、本当に楽しみな人が多いので注目ですね。そして東の6枚目が若隆景となっています。現在4場所連続休場中、そのうち3場所は全休となっています。優勝経験もある、まあ、大関候補の一人だった関脇ですね。来場所は久々に幕内から幕下に番付を下げることになっています。約5年半ぶりですね、関取の座から落ちるのは。まあこの人は復活すればね、強いですから、そういう意味では問題ないと思うんですけども、問題は来場所出るのかというところですよね。まあ、これに関しては出てくるんじゃないかなと思っています。まあ、すでに8月ぐらいから相撲は取っていたらしいですし、この幕下というのはね、復帰するにはちょうどいいのかなと思います。まあ、番数的にもね、関取時代の半分だし、力的にもね、体への負担というのはやはり幕内上位とか重量度よりはいい、軽くなると思います。まあ、そういう意味でも今場所復活して、そして来場所からまた関取でガンガンやるといった感じが理想なのかなと思っています。まあ怪我っていうものがね、治ったから出てくるんでしょうけども、不安というものはね、多少なりともあると思うので、まあそういうところは気をつけながらね、やってほしいかなと思います。そして西の6枚目が二所ノ関部屋の嘉陽となっています。嘉陽、先場所は西の幕下23枚目で6勝ということで、一気に自己最高位を更新して6枚目まで来ましたね。まあ、結構体型の割にいろんなことをするんですよね。170センチ160キロというまあ暗黒体型なんですけど、飛んだり跳ねたりも意外と器用というところですね。そして東の8枚目が桐生光となっています。桐生光、5月場所で幕下優勝、一気に2枚目まで上げましたが、そこから2場所連続で負け越して番付を下げています。負け越したといっても3勝はできているので、弱いということはないですよね。幕下優勝もしてるし強いはずです。同い年の天照鵬も上がっちゃいましたから、早く追いついてほしいなと思いますね。
そして次は東の11枚目北播磨ですね。北播磨さん、なんと先場所は3段目で優勝して幕下上位に一気に戻ってきました。まあ関取の経験もね豊富にある力士ですね。もう大ベテランと言ってもいいでしょうね。37歳、この年で3段目優勝、すごいね本当にすごい。まあ、東の幕下11枚目ということで昇進のチャンスもありますからね、頑張ってほしいですね。さあそして西の11枚目が朝白龍となっています。高砂部屋の力士、入門してから4場所でここまで来ましたね。7勝0敗6勝1敗7勝0敗6勝1敗ということで、まあ、非常にこうスムーズに上がってきました。まあこっからではありますよね。こっからではあるんだけども、また強いモンゴル人力士が一人現れたなといった感じですね。そして東の13枚目が無動法となっています。納谷兄弟の一人となっていますね。現在22歳、大学4年生の年なんですよね。自己最高位の東幕下13枚目となっています。まあ、この人もね徐々に番付を上げていってるんですよね、しっかりとね。まあ、ちょっと幕下でやっぱり足踏みありましたけども、ここまで上がってきたっていうのはね立派だなと思います。将来的には関取も狙えるんじゃないかな。もうちょっとかかるかもね。そして東の15枚目が塚原ですね。塚原、先場所は東の幕下筆頭だったんですけども、1勝6敗という成績でなんと東の幕下15枚目まで下がってしまいました。厳しいね、結構下がったね。この塚原本当にね幕下筆頭、それも東の筆頭までは行くんだけど、そこではなかなか難しいということを続けていますね。頑張ってほしいけどね。強いんだけどな。今場所もこの番付なら大勝ちしそうな、そんな気配はありますね。そして西の15枚目が尾上部屋の北天海となっています。この人は元、この人は鷹の岩さんの甥っ子となっていますね。幕下生活が長いね。上がってきた時は結構早かったんだけどね、そっからはなかなか苦戦が続いていますね。十両に上がるにはもうちょっとこう時間がかかるかもしれませんね。はい、ということで幕下上位見ていきましたね。結構、まあ、入れ替わったというか昔の人が戻ってきたみたいなのもありつつ、まあ上位はねまた混戦ですよね。気泡はどうなんだろうね、出るのかな。若隆景が出てきたってことはもし出たらね、もちろん優勝候補の筆頭ですから、そういう意味でもね幕下から十両の昇進の枠っていうものはかなり今場所はねシビアになるかなと思いますね。はい、ということで終わり、アディオス。